はい、皆さんタオル広げてこのような形で持ってますか？はい、下ゆっくり下げて真ん中で止める。かわいいはるかです。よろしくお願いします。先生？はるち、かわいくんの先生でしたか。それはよかった。ありがとう。震災がなければこんなとこ来なくてよかったんだ。痛い。いつ頃から認知症は？今日ね、私たちでプレゼントがあるから楽しみにしててね。君の思いは伝わったはずだよ。女を産んだ。絶望の淵から希望を見出す女性の物語。ここに来てよかった。壊れること、生きること。